巨大なカエルが本日届きます。ヤフオクで購入しました20センチを超えるカエルとのこと。楽しみです。先に飼育環境を作っておきます。赤玉土中粒14リットル用意しました。水場用のタッパーも大きいものを。なんせカエルさんが20センチありますからね。 20×30センチです。水場の底に敷く人工芝、あとカットした鉢底ネット、何に使うかは後ほど。では早速作っていきます。まずはこちらのタッパーに合わせて鉢底ネットを加工していきます。こんな感じで4面を囲うようにします。完成したのがこちら。このようにかぶせているだけです。簡単に戻せます。結束バンドでつないでいます。とっても簡単です。ではそれぞれをセットしていきます。まずはタッパーを置いて、人工芝をタッパーの中に敷きます。ツルツルした底だとカエルさんの足の踏ん張りが効かず、骨格異常をきたす恐れがあるので必須です。次は赤玉土を入れていきます。少し慣らしたら OK です。こんな感じです。厚さは指2本分、約3センチで十分です。先ほどタッパーの周りにつけた鉢底ネットの役割ですが、このように水場を掃除するときに土が崩れず出し入れが簡単にできます。戻す時もスムーズです。おすすめですのでぜひお試しください。これで巨大なカエルさんのお迎え準備ができました。こちらの箱に入っています。巨大なカエルさんのためにいろいろと準備しています。まずは30センチまで測れる定規、さらにかなりのパワーを持っているはずですから、70センチのケースより長いトングを用意して万が一に備えます。餌やりだけでなく、何かあった時に人間の身を守るために必須です。では緊張の開封です。この奥に怪獣が潜んでいると思うと心臓がバクバクです。いました。こちらです。よく見えないので蓋を開けてみましょう。
うわー、ちっちゃくてかわいい。お目目もクリクリで赤ちゃんみたいです。ざっと見て5、6センチしかありません。もしかしたら箱のどこかにまだいるかもしれません。一途の望みにかけて探しています。ダメでした。呆然としながらもう一度ヤフオクの商品説明を確認しています。商品説明は10行程度と少なく、体長20センチになるカエルです、写真は上陸後約2ヶ月のものですとだけあり、それ以下は配送に関する注意点だけが記載されていました。見つけた時はオークション終了の7分前だったため、きちんと内容を確認せず出品者への質問もしないで焦って入札してしまいました。商品説明の内容はおそらく体長20センチになる種類のカエルですという意味で、この答えを指していたわけではないようです。説明不足の感は否めないですが、間違ってはいないので完全に私の確認不足ですと大人の考えをしたいところですが、ふざけんなバカ野郎、しっかり記載しろや、うんこ野郎。ふう、すっきりしました。とりあえずカエルさんには罪はないので、しっかり飼育していきます。やっぱり可愛い、ちっちゃいの最高。体重測定をしていきます。次は体調を測ります。約6センチですね。餌をあげようと思います。巨大なカエルさんが来ると思っていたので、こんなのを準備していました。カエルさんより大きいヒナウズラです。さすがに食べられないと思うので、ピンクマウスを用意し直しました。食べるかな？嫌がっていますね。今日は諦めましょう。ちっちゃい。これ水場と陸地を行き来できないかもしれませんね。土を増やすなり対策が必要ですね。そんなことを考えながら目を離した瞬間、音がしたと思ったら水場にいました。諦めきれずにもう一度餌やり。今までの経験上、餌を食べない警戒心の高いカエルは大きくなりやすいです。意外ですが、結構当たります。
ギネス記録目指してビッグになってね。